けど起こしてくれたの。全然こんなあれよそうよ、ハメタンぐっすりよハメタン最近私のこと起こさないんですよ、まあ、本当にたまにあるけど一緒に寝てました1時間しか寝れてないけど今はね、めちゃめちゃ眠い。1時間だから余計に眠いのかもしれない。お昼寝が、そうメイクしたまま、まあ長時間じゃないからさ、まあ平気よねセポーズ好き。セポーズ最近さ公演ね、ありがたいことに出させていただいてるので、ファンの方と先輩方同期と一緒にやれるから嬉しいんですよ。配信ではさもう全然やらんからさ、インスタアップの後ぐらいに寝たの。そうそうなの、動画見ながら、そう動画見ながらもうこれ絶対私寝ちゃうと思ったんだけど、スイマに勝てなくて寝ちゃってた。で途中でそう目覚めそうだったんですよ。なんか本当に寝るか寝ないかの間、真ん中っていうの時ってさ、なんか夢なんだけど何かから突き落とされる感じでさ、すごい体がビクってなるじゃん。あれ一回なったんですよ。でもそのまま眠ってた。それで起きてたらよかったんだけどこんばんは。そう夫婦いっちゃんしてる時めっちゃガクってなってさ怖かった。なんであの落ちるんだろうね、面白い。人間の脳って面白いよね。アフロのアバタさん、ラブレター、ハッピーさん、リース、メロンパンのアバタさん、あとハッピーさん、ブホー、ありがとうございます眠たいな。じゃあ久しぶりだったな、落ちるやつ。そう授業中になるやつだけど、私は一回も体験したことがない。授業で一回も寝たことないからさ、わかんないの。小中高一回も授業中寝てない。すごいね、そう考えると。いやすごくないか、いや普通か。どこの子の山田さん、ラブレター、ありがとうございます。こんばんは。もう本当に今日は筋肉痛がすごすぎてやばいしか言えないなんか一歩歩くだけで全身が痛いんですよ。でお尻もねちょっと今日打って地面にめちゃめちゃ痛いの、本当に痛いのお尻も どんだけ楽しい学校だったの。全然楽しくないよ楽しくないけど、ただただ私が眠たいけどその寝顔を見られたくないとか、もし変な言葉発してたらどうしようっていうなんか気にしい性格で余計に寝れなかった。もともと寝られないタイプなんだけど、久しぶりに来た、ありがとうございます。痛かったお尻本当に痛かった。まあ、いつかわかるいつかお話しするね、今日じゃない今も痛いの違う、指控えて寝てた。私も痛いよ、高校は特にそう。なんかね、女の子はめっちゃ可愛い、なんか寝息本当にスースー言ってる寝息立てて可愛いなと思ってたんだけど、男の子とかさ成長真っ只中っていう感じの男の子、すごいの、いびきが。
特にあのテスト週間のテストの余った時間で寝る人すっごいすごかったそれで笑っちゃうの私絶対寝れないこんばんはこんばんは。そうみんなすごかったな高校生。高校生って本当に自由だよね。まあ、自由じゃないっちゃ自由じゃない部分もあるけど学生の中で一番自由。携帯もいいし、うん、服も結構ねなんか人それぞれアレンジしちゃってる人もいるしバイトもできるし嘘今日大富豪ね冬ちゃんと私と川島とまた別の時にえなまるも一緒にせーのでやってたんですけど一回も当たらない当たんなかったメンバーと。まあ位がねあれが大富豪とかが被ってたっていうのもあるんだけど、でも被ってない時にやっても当たんなかった。またいつかやろう。うーん、え、ここ自由じゃない人もいるんだ。私立とかかな。私立。本当に高校生に戻りたいんですよ。私今めちゃめちゃ。せーので、まあできる時もできるんだけど、今日はできなかった。タイミングが悪かったこんばんはこんばんは。うーん眠たいやばいな頭が全然回んない。うーん戻ったら何したい。なんだろう。とにかく楽しむ。すぐに家に帰らないまず高校もさ私本当にすぐ帰ってたから家に。中学もそうなんだけど、うん、すぐ帰ってたな。まあ電車の関係とかもあるけど、あとは自分がその時バイトやってたけど、その時以上にバイトにたくさん入りたかった。入りたい。戻れるなら全て充実させたいな。勉強もやって後悔ってやつか。これが文化祭もな結構厳しい方だったな私。文化祭はか。戻っても部活よりバイト。そう私は高校部活盛んなところじゃなかったから全然入ってる人ほぼいないまあやってる人はやってるけど私は入ってない。クラブ的なものがあったからそっちは全員入ってたんだけど、自転車通学したことない。なんか選べたんだけど、そうバス使った高校は。自転車やだよ乗りたくないよ私自転車。朝から前髪髪の毛崩れちゃうのやってらんない高校特に前髪命の時だったから。私中高か天文部。何めちゃめちゃかっこいいじゃん。いいなーいいなぁ。1時間かけて自転車、え無理だ私絶対。すごい頑張ったね。自転車電車自転車、ええつらいつらい。確かに今の好きなチア部で野球の応援できそう。やりたい踊れんけど
足上げらんない硬くて体ここ本当に学生時代私何なんだろう、結構クラスでムードメーカーっていうかさ、女の子でね元気で結構目立つ女の子と仲良かったりはしてたんだけど、そんなワイワイウェイウェイ系じゃなくて、それでも周りをずっと見てるタイプだったから、ちょっと輪に入ってそっち側に行ってみたかった人生だったいつも見てた。あれだね、冬ちゃんがAKB 新聞電子版で言ってた通りだなって一瞬自分でも思っちゃった。一軍二軍とかあったの、高校中学はないけど、でも周りからしたら多分そう見えてたのかもしれないそうベイベーを見てた仲悪くはないんだけど、普通に喋れば喋るけど眠たい。どこの子なのかさ、ラブレターありがとうございます。ほみたんかわいいな。あとは何かな、ちょっとテク見えた、ごめんなさいあるなわたさん、ハートありがとうございます。眠いぞ、眠い時ってさ目が乾燥するからまばたきが多くなるのかな、すごい多くなる。確かに乾いてるわ。ハッピーさんもハートありがとうございますもう爪短いのがすごい許せない、やだこれ痛いし、まだはい痛い。やっぱ爪短いと指短く見えるね、ここだけ。確かに、曲がってるね、やっぱブキブキ折ってたから。かぼちゃのアバターさんバラ、カレのアバターさんだるま、ハッピーさんなどありがとうございます好きね好き。もうさ今イコールラブさんの色ピが頭から離れないんですよ。川島とさよく会うんですけど、会ってお話しすると必ず何回か歌っちゃう、一緒にか踊ってるかわいい。 TikTok でもさ見ると すっごい流れてくるな。どこの子なおださん靴下、ハッピーさんブホーありがとうございます。そう色ピン、あ私ちなみにそう歌ってないただ頭でリズム乗ってるか口パクするだけですあ来たかわいい、あちょっとダメなやつ、あ平気か、かわいいホワイトタイガーみたい、ハッピー。カレナバターさんラブレターありがとうございます。今日で622日目ありがとうございます。あと2日後、あさってにあれですね、大富豪イベントで大富豪イベントのテレビ放送が放送されますなんて言えばいいんだ
早いね、あと2日後だ。でももう今日も終わるからあと実質1日か。早いね。いずりんさん、永田さん、拍手ありがとうございます。なんか最近もうさ、本当に寒くて外出るのが余計に嫌になっちゃう。どうしようなんか食料調達しに行くのもすごく嫌になっちゃうの。ああ、番組が、そうだ、それだ。そうだね、今日は平均だ、録画してある。今日は多分料理なはず。すずらんさん、お花のアバターさん、だるま、ありがとうございます。ヒートテック着てるけどさ、ヒートテックって2枚重ねとか3枚重ねに着るものなの？重ねて着たことない。私重ねて缶のおしるこ飲めたっけ。私おしるこ苦手なんですよそう、なんか飲めるっちゃ飲めるけど美味しく飲めないから苦手で、飲まないな。甘酒も飲めない、気分が悪くなっちゃう。お腹のお父さんしか飲まないそう、2枚とかさ、そう普通に着てる人が意外といて、そうなんだって思った。まあ確かに倍あったかくなるか。まあ平気なら私も着よう。これからもっと寒くなるから。あ、普通のとワンサイズ、あ、そういうことか。あ、じゃあボワボワになんないね。ホッピーさん、バラありがとうございます。そう、甘酒苦手なのよ苦手なのよ。甘酒ってお酒じゃないよね。違うよね、入ってないよね、アルコール。暖房つけるか聞こえない方がいい。もうね、しっかり暖房ついてるのお家帰ったらさ、いつの間にかすぐねつけてるんだよね、もうルーティーン。なんか自分のことよりもハッピーのことを考えて暖房つけてるからさ。そう、私がもう寒いって感じたらそれより前にもうハッピーは寒い思いをしてるからさ聞こえないじゃん、ハッピー毛しかないかわいいかわいい赤ちゃんだ。人間がいなきゃできね、生きていけない。ハッピーターン、そう、つけっぱなしではないな。こんばんは、こんばんは。もうそろそろ終わりになっちゃうけど、猫、でもさ、毛が抜け落ちて欲しくない人とか、スフィンクスだっけ、なんだっけ、毛が何もない猫いるじゃないですか。その子たちには服着させてる方が多いかもしれない。可愛いよね毛がない猫ね、最初初めて見た時衝撃だったけど、今は見たら全然可愛いし一回、人生で一回はお迎えしてみたい子。びっくりするよね、びっくりしたよね、普通にびっくりしたそう、ツルツルの子、なんかもう毛がないってさ、お肉がピタンかと思ったら意外とさ、シワがめちゃめちゃあるのよ可愛いの、可愛いよ。ハッピー服着させたことあったっけな。でもさ、ガチャガチャにあるかぶり物をかぶせるだけで嫌がるから、ハッピーは多分嫌だと思う服。高いねまあ基本生き物って高いよね。なんかボールパイソン
私まだ買いたい気持ちがあって、ツイッターでよくエゴサっていうの結構調べてるんだけど、いいねをしたいんですよ。いいねをしたいんだけど、そのボールパイソンめちゃめちゃ綺麗でいいんだけど、あの生態を売っているツイッターなんですよ、それがなんかそれ押しちゃうとなんか餌やみたいになっちゃうから押せないの本当はいいねめちゃめちゃしたいの、すぐにその子をもう一回見たいから。私意外と自分がいいねしたいいねはね結構見返すタイプそうなんだよ。生態さん、あと普通に一般の方のいいねを押しちゃうと、あれかな、たまにしてる共感するのもあるし、本当にシンプルに可愛く保存してお気に入りにしてる。お気に入りまではちょっとしてないんだリストはやっだいたい SKE って書いてあるあ、休憩とか秘密のリストなんてあるの？何それ、全然わかんない。リストって全然わかんないな。どんどん SNS がさ発達していくから追いついていけない。追いつく気もないんだろうけどさ今のでもう十分満足しちゃってるから私。非公開リスト、あ、そういうことか。え、なんかやだね、もしなんかさ変なのやってバレた時怖いわ。まあ、そんなのしないけどさ。んー、そうなの。まあこれからもまあリストとかはやらないかな私はそうだね、なんか支障なんか起こしたくないので。かわいいハッピータン、よし終わりにしよう。確かにそれはそう最近 SNS 依存症ではなくなってる気がする。私何依存症かな、携帯のモンストかな。いやそうでもないな、ガチ勢じゃないからなくなっちゃった、何もただ携帯を触ってる用がないのに、それだけかな。本当に筋肉痛治ってほしい、やばいハッピーにご飯あげるときが一番辛いかも、しゃがむのでよし終わりにしよう。ランキングをやめます。38位ハッピーさん、1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、3位ハッピーさん、4位スコティッシュのアバターさん、5位ハッピーさん、6位アフロのアバターさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位ハッピーさん、11位ハッピーさん、12位ハッピーさん、13位アザラシのアバターさん。皆さんありがとうございました。明日からまた月曜日でお仕事が始まる方が多いと思いますが、一緒に1週間乗り切りましょう頑張ろうね。無理はしないように。あとはまたね感染が増えてきてしまっているので、予防はしっかりしていきましょうピエンだよ、ピエン。よし準備して早く寝ます、秒で寝れそう皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ガチ寝た。バイバイ。